本日もよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。本日の内容はですね、2点お話ししたいと思うんですけども、まずリングスは大変、総合格闘技の楽っていう点が1点と、もう1点が、2009年に行われた田村桜庭戦をやった理由についてお話をしたいと思います。じゃあまず1点目、ちょっと、のんびりダラダラトークになるかもしれませんが、ラジオ感覚でお聞きになっていただければと思います。まず1点目、リングス大変、総合の方が楽でいいやっていうのは、内容につきましては、まずリングスっていうのは、多少僕の中ではこう対お客さん、見に来ていただいてるお客さんの目も気にしながら、試合を進めていくっていう気持ちで行ってたんですけども、まず2つあれだな、総合格闘技になると、単純に自分のことだけ考えてればいいって言いますか、自分の持ってるパフォーマンスをそのままリング上で発揮すれば、それで済まされてたっていうか、まあこう簡単に言うと勝てばいいっていう感覚になるんですけども、リングスっていう団体はやっぱりリングスの固定ファンもついてますし、リングスのスタイルに、リングスのスタイルを好きで見に来てる人もいるので、そのお客さんが何を望んで何を 見に来てるかっていう点を、お客さんとのその空気感を感じながら試合を行わないといけない、行わないといけないっていうわけではないんですけど、僕はそういう意識で自分の持ってる技術、リングスのスタイル、 UWF のスタイルをお客さんにいかに伝えるかっていう作業もちゃんと頭の中で、インプットしながら、それに対して、お客さんがどういう点を見に来てるのかっていう点も踏まえて、お客さんの感情と僕自身の持ってる技術を、まあ、一体化させて一つの興行を成立させるっていう認識で、行ってました。一方総合格闘技は、先ほどお話しした通りに、もう自分が単純に勝てばいいと、秒殺でも何でも自分が勝って、お客さんがこう、まあ、喜んで、カタリシスと言いますか、だから総合格闘技はやっぱりリングスのお客さんとはまたちょっと違う客層だと思うんですけど、総合格闘技は総合格闘技でやっぱり勝ってる姿をお客さんは見に来てるんでしょうから、そこはその見てるお客さんの角度によって、感じ方によって全く違うと思いますので、その対お客さんに僕がこう文句を言ってるわけじゃなくて、その自分が楽しみたい格闘技を楽しんでもらえばいいんじゃないかなというふうに、僕は思います。であとはですね、リングスに関しては、多少ですね、こう本当実力のある選手でも、まあ、前提として無名なんですけど、無名で実力のある選手がもうどんどん、輸入されてきてるので、やっぱリングスジャパン勢、僕らですね、日本人に関しては、その強豪、無名の強豪でもがっちり戦わなきゃいけないと。で、後半リングスの後期ですね、 KOK ルールが採用されて、まあ結構シビアな戦いにはなっていくんですけど、まあそこでも僕の認識では、やっぱり自分の持ってる技術をお客さんにいかに伝えて、自分がいかに勝って喜んでもらえるかっていう点のテーマで、戦ってたりはしました。だけどですね、まあお客さんがその何を見たいかだったりするのは、やっぱり人それぞれ、そのお客、見に来るお客さん一人一人の感情もあるので、根本は何を見たいかっていうのは、共通の認識ではあるとは思うんですけど、一人一人やっぱり環境だったり、その時の
感情の起伏もあると思いますから、僕自身がやっぱり勝った姿を見せたい、そのまあ技術と技術の攻防をして勝てばまあ終わりよしっていう感覚ではあるんですけど、もう一点はやっぱりその小さい選手が大きい選手にどう立ち向かっていくのかと。でそこはアントニオ猪木さんじゃないですけど、アントニオ猪木さん言ったのか分かんないですけど、ある意味負けの美学っていう点でもあると思うので、僕自身も 何試合かちょっと悔しい思いをして負けた試合もあるんですが、自分自身 に対してはいやもうそこダメだと、もっと自分で努力して強くなって勝たなきゃっていう、課題を与えながら試合をやってたんですけど、やっぱでも負けの美学っていうのもあると思うので、やっぱ見るお客さんの視点によってはすごく僕自身っていうか、まあ僕が負けた試合でもすごく感動しましたとか、あの試合良かったですとかいうふうに言ってくださるファンの方もいらっしゃったので、まあ全てが全員が全員そういうふうに思ってくれるわけではないんでしょうけど、だからそういうのを耳にして、あ、勝つことが全てじゃないんだなっていうふうに認識をした記憶もあります。ですからまあ理想を言えば試合をしていい試合をしてお客さんを楽しめて最後に僕が勝つっていうのが理想な試合ですが、そうじゃないっていう面もまあちょっとあるっていうところですね。で後半2点目ですね、田村清志対桜庭和志の試合をやった理由についてお話ししたいと思うんですけど、ちょっと深掘りをしてお話をしたいと思うんですけども、総合格闘技は毎年大晦日、民放で放送されてまして、一時期ピークの時3局ですね、民放3局、日テレ、TBS、フジテレビか、4、6、8って、大晦日で放送されてたんですけど、もう今考えられないですね、今2020年ですけど、2020年から振り返ってみると、もう考えられないぐらいのことの出来事で、だって民放3局ですよ。民放3局が総合格闘技の試合をそれぞれ放送するっていうのはすごい時代だなっていうふうに思うんですけど、まあその中でもちょっと今ふと降りてきたのが、あけぼのさんと誰だっけな、あけぼのさんとボブサップかな、ちょっとごめんなさい、ここ資料ないんですけども、確か、あけぼのさんとボブサップ選手がやった試合っていうのは、紅白の視聴率を、まあ一時的ですけど、抜いたっていう風な、時期もありましたので、ごめんなさい、ここ記憶ですよ。まあいかにその時代、2000年代ですね、その総合格闘技っていうブーム、まあ一過性というか一時的なもんではあったんですが、すごく人気のある人気があったんだなというふうに思います。そして革新の田村対桜庭戦についてなんですが、これは2003年4年ぐらいかな、まあ毎年桜庭選手とやってくれないかっていうオファーはいただいてた記憶はあります。いただいてたと思います。で僕自身がなんかなんていうんですかね、まあその時は、まあ、総合格闘技もブームでいろんな人間が関わってて、そのまあ素直に、なんていうのかな、ちょっと難しいな、まあその時の僕もちょっとひねくれてて、こう変な大人のこう事情によって試合をやりたくないってこう純粋な気持ちもあったので、そこはまあ一部としてあったので、なかなかまあオファーをいただいてもちょっとなっていう考える時期もあり、で2000、
2005年かな、小川さんと吉田さんが、大晦日で試合をやるというところ時に、その時はね結構プッシュされて、やってくれないかやってくれないかということで、おそらくまあ小川、吉田、田村、桜庭、これは僕の想像で言うと、小川、吉田をこう世間的に一般的な視聴者を巻き込んで、まあマニアックな田村、桜庭っていうのも一緒に添えて、試合をすると、こう層ですね、こう見てる人の層が広がったんじゃないかなっていうふうに今思うと思うんですが、おそらく多分そういうマッチメイク側もこことここを持ってくればいいんじゃないかっていう風な感覚はあったと思います。それでまあ僕自身もそこはお断りをしたというか、確かねオファーをいただいたのが割ともうキンキンな状況で、12月31日に大晦日試合をやったとして、そのもう2週間ぐらい前だったような記憶がありますね。まあなぜこう急に3日前に出てくれないかっていう時もありましたし、まあその時は勢いもあって、まあ格闘技界、マッチメイクする側も、いろいろとまあ、事情はあったんでしょうが、そして、まあ準備期間がないっていうことで、2005年、吉田、小川戦が行われた試合は、僕自身はちょっとお断りをして、だけど、その後にタッグマッチで、グラップリングの試合でも、とか、結構こうプッシュされた年で、あれは何だったんだろうなっていうふうに今、振り返ると思うんですけど、なんか戦略があったのかな、タッグマッチで僕と桜庭がやって面白いのかなと思ったりもするんです。まあ面白いは面白いんでしょうけど、まあそこもピンとこなかったので、一度ちょっと断りをして、まあその2005年は全て流れて、でその後もおそらく毎年オファーはいただいてて、最終の年ですね、2009年に田村桜庭が実現するわけですが、ここを僕がここだっていうふうに思ったタイミングって理由っていうのが、まあだんだんこう総合格闘技の人気なり勢いなりがちょっと下降線をたどってる時期で、で大晦日で行われる総合格闘技の、テレビ放送の枠がもうこれ以上人気がなくなると、ちょっと外されるっていう感じで、これはちょっと噂レベルなんですけど、そういうふうに聞いてて、でも実質は2009年ぐらい、ぐらいから総合格闘技っていうのは人気がまあ徐々にっていう感じは、肌感覚で覚えてはいるんですけど、まあ理由はそのまあそこで一回、まあ僕っていう、僕ごときがって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、桜庭田村っていうソフトを一回バンと年末大晦日に出して、まあ、次に繋がればいいなっていうふうに、まあ、これちょっと綺麗に聞こえるかもしれませんが、まあ、そこもちょっと一理あったっていうこともあります。ただ逆に、まあ、最後になるかもしれないから、出とかなきゃなっていうことも多分ちょっとは考えてたかもしれません。そうですね。あとは、まあ、これギャラは言えないんですけど、ギャラに関して言えば、2005年小川吉田戦に行われた、2005年に、出場した方が、ギャラに関しては全然良かったと思います。まあただそのお金の部分でやってる部分もあるんですけど、ある一定のレベルを超え
ていうか、ちょっと偉そうなんですけど、お金じゃない部分の方が僕はその時はすごく大事にしてた記憶があるんですが、そうですね、まあ逆にこう桜庭選手にとってみると、まあすごく迷惑な話だとは思うんですが、まあ一つこういろんな理由がある中で、一つ桜庭選手に伝えたいのは、やっぱり僕はその桜庭、対桜庭に関しては、すごく大事にしてた、自分なりに大事にしてたんじゃないかなっていうふうに思います。まあそんな感じでまとまりなく終わります。以上ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。